まだまだ朝晩は寒いですよね。そんな時に食べたいあったかスイーツご紹介いただきます。先生、今日のレシピは何でしょうか。はい、今日はアップルパイを作っていきたいと思います。アップルパイ、美味しそうですね。はい、なんと今日は中身に生姜を入れていきたいと思います。アップルパイに生姜、はい、どんな味になるのか楽しみです。はい、では作っていただきましょう。お願いします。よろしくお願いします。用意する材料はリンゴ、グラニュー糖、バター、ラム酒などこのほかご覧の調味料です。まずはリンゴの皮を剥き8等分にカット。買うときにあんまりこうツヤツヤしたものよりもどちらかというとこうなんか乾燥したもの、皮目が乾燥したもの、はい、の方が結構水が乗ってたりします。へー。リンゴを切ったら生姜をすりおろします。これはあの皮にも栄養がたくさんありますので、皮もちょっとこう黒ずんでるところだけ取って皮ごと使います。はい。パイシートを6等分に切り、パイの上の部分に使うシートに切れ目を入れます。続いて鍋を用意、バターとグラニュー糖を加え中火で溶かします。色付けっていうのはこの先ほどね白かったのが少しずつこうやって茶色化してくるので、はい、そうなったらリンゴをですねどんどん入れていきます。わー、ちょっと香ばしい香りと、香ばしい香りがしますよね。リンゴから水分が出てきたら裏返してシナモン、ラム酒、すりおろした生姜を加えます。リンゴが柔らかくなるまで煮詰めたらパイシートに2つずつ乗せ、さらにシートでかぶせます。卵黄を塗って230度のオーブンで15分焼いたら完成。外はサクサクで中のリンゴはとろっとしててとっても美味しいですね。はい、生姜のねと一体化して、あまり生姜をどこにいるのって感じですよね。リンゴがこう柔らかくなってとってもマッチしてますね。そうですよね、あのやっぱり生姜が柔らかくする効果もあるので一石二鳥ですよね、うん、体も温まって簡単にできますから、はい、アップルパイ作ってもらいたいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。